米スポーツ専門メディアブリーチャー・リポートは早くもライオフの FA 選手トップ25を選定この中で大谷は1位に選ばれたさらに年俸5000万ドルの契約を結んでも驚かないと史上最高年俸を得るのが濃厚と指摘している記事は大谷を1位に選びその理由についても投手大谷と打者大谷が共に1億ドルを優に超える契約を得るにふさわしいとしているさらに 現在メジャー最高年俸のマックス・シャーザーとジャスティン・バーランダーが年俸4330万ドルと考えれば大谷が年俸5000万ドルの契約を結んでも驚くことではないときっぱりそうなればメジャー最高年俸が有力となるフルタイムでの投打二刀流は大谷にしかできない唯一無二の勝ち今期規定打席と規定投球回の両方に到達したことからも分かる記事は球界のどの選手と比較しても 彼が持つ大きな影響力を考えればその金額に値しないわけがないとし大谷がコンオフ結んだ1年3000万ドルの契約にもライオフ手にするだろう契約を考えれば格安契約としているまたこのランキングには7位にパドレスのダルビッシュ有投手が挙げられている近年の働きをエース格として最も安定していると評価ただ来年8月に37歳となるため 年齢を不安要素に挙げているダルビッシュがタフな投手だということは数字が証明している NPB と MLB で通算2,756回を投げているがこれを上回る現役投手はザック・グリンキーの3,247回とジャスティン・バーランダーの3,163回だけだと指摘その上でバーランダーやシャーザーがここ数年のオフシーズンで結んだのと似た契約を得る有力候補 しかし平均年俸は4,330万ドルではなく2,500万ドル付近になると予測しているまた19位には元巨人のマイルズ・マイコラス投手がランクイン今季カージナルスで記録した防御率 3.29WHIP1.03 の数字そして投球回数202回と脱三振153はキャリア最高で短期契約で 高額年俸の契約を得る候補になり得るだろうと高く評価しているこの記事に対するファンの反応は史上最高額が間違いなく現れる最注目の FA 選手将来の殿堂入り選手を獲得するのはどのチームかやはり個人的には強豪チームへ移籍してプレーオフで見てみたいエンジェルスでシーズン後半を消化試合でプレーしてほしくないしびれる展開でどんな躍動をするのかをこの目で見たいダルビッシュすごいな グレインキーバーランダーに比較されるとはこの年齢で先発であのクオリティはめったにないことだと思う大谷もこれから長い期間第一線で活躍してほしいドキドキしながらずっとずっと見ます大谷は当然としてダルビッシュがこの年齢でランクインすることがすごすぎると思います2位以下でもすごい選手がずらりだねその中でも断トツ1位はさすがだと思う まあ去年 MVP で今年は準 MVP やし当然かな他に誰がいるの MLB 史上最高額の契約が見込まれるわけだしこれほど注目される FA はないだろう大谷はずっとエンゼルスが一番似合っているよ大谷の市場価値は全然もっと上でしょう結構豪華なメンツが FA になるんですねドジャースライオフの大谷翔平取りに障壁か サイ・ヤング賞・ワンの復帰で大金を投じる計画が複雑かドジャースのトレバー・バウアー投手の復帰決定がライオフに FA となるエンゼルスの大谷翔平投手の争奪戦にも影響を与えそうだライオフの大谷争奪戦への参戦が見込まれるドジャースはコンオフこれまでにない緊縮財政を敷いてきたしかし2020年のサイ・ヤング賞・バウアーの電撃復帰でチーム総年俸は贅沢税の基準額ギリギリになることに ロサンゼルス・タイムズ紙は、ドジャースはバウアーの決断を驚いている。今は決断を熟考しているところだと、今後のチーム指針で悩みが出てきていると報じている。バウアーは2021年7月以降、メジャーの試合に登板していない。地元メディアでは来年1月6日、日本時間7日までに解雇することが有力視されているが、財政的な影響が出てくる。なぜなら、放出してもしなくても、 今シーズンの年俸のうち2,250万ドルはドジャースが持つからだ。もともとスター揃いのドジャース、バウアーの年俸を加えると、贅沢税課税ラインの2億3,300万ドルまでギリギリになるという。ここまでチームは2年連続で贅沢税の課税ラインを超えており、コンオフは大物 FA 選手を獲得していなかった。絶対的エースのクレイトン・カーショー、先発ノア・シンダーガード。 指名打者の JD マルティネスらと単年契約に留めるなど大谷争奪戦に備えた動きを見せていただがここに来て高額年俸のバウアーが復帰することで来年のオフに大金を投じるプランが複雑化するかもしれないロサンゼルス・タイムズはライオフへの影響も指摘したもしぜいたく税・課税ラインを下回る決断をすればコン・オフ必要な戦力補強を行えない可能性があるもし 贅沢税の課税ラインを上回った場合、ライオフは課税ラインを下回る選択をする可能性が出てくる。そうすれば、大谷と長期契約を結べる見込みは薄くなる。大谷争奪戦については、同地区ライバルのジャイアンツや大富豪スティーブ・公園オーナー率いるメッツなどの参戦も予想されている。大谷ドリエ動くことが間違いないと言われていたドジャースの動きから目が離せなくなっていた。この記事に対するファンの反応はいやいや。 バウアー復帰したとして課税ラインギリギリとかマルティネス丹念にしたりとかかなりあからさまやんかもし大谷を獲得できるとしたらかなり大きな買い物になるだろうから贅沢税は一度リセットしとく必要があるバウアーの処分が分かってないと偶然であんなにきれいに課税ラインギリギリになるわけないバウアー自体の能力に問題はないがチームメートとの関係に問題があるがゆえになんとかして放出しないといけないってのが事態を複雑にしてると思う エンジェルスの新オーナーと来シーズンの大谷の成績次第でしょう贅沢税云々うんぬん圧倒的な成績残せば金はいくらでも出すはずエンジェルスかジャイアンツかドジャースかメッツ意外とレンジャースあたりもありうるかも来期のトレード期限前にエンゼルスが契約できないならオフの FA を待たずトレードを選ぶと思うけどドジャースジャイアンツパドレスで争奪戦になるのではメッツはないかな やはり気候が二刀流には厳しいと思う大谷からしたらウエストコーストの方がやりやすいだろうね個人的に移籍予想するならドジャースかジャイアンツのどちらかだと思うバウアーは多分ドジャースが放出すると思う近親処分が減ったとしてもイメージ悪くなる選手は使い難いしアメリカはそういうところ厳しい世界強いチームドジャースで一度でも世界一になってほしいなあれ そもそもバウアーが復帰してもギリギリ課税下回るように計算してる報道をしてたはずだけど大谷翔平は昨年のさらに上を行った MLB 公式が偉業を2022年の野球が最高だった22年最大の出来事9番目に選出規定打席規定投球回へのダブル到達は現行制度で史上初米大リーグ機構公式サイトが今季のメジャーリーグで起こった最大の出来事を22個紹介している その中に今季、投打のダブル規定に到達したエンゼルスの大谷翔平投手の投打二刀流の進化が選ばれた。サラ・ラングス記者は2022年はスター選手の履歴書を裏付け、インパクトのある新人が多く登場した年だった。歴史的な最初の出来事を目の当たりにした。ポストシーズンは壮観だった。一言で言えば野球は最高でした。とし、22の出来事を振り返った。その9番目で大谷を、 翔平は進化を続けるのタイトルで絶賛した2021年私たちは大谷翔平の二刀流の熟練に驚かされましたそして2022年彼は再びやり遂げたと強調打者では666打席で34本塁打を放ち長打率が5割一部9厘で投手では28試合に先発して166回を投げて防御率2 3 3 219脱三振だったと紹介しているそして打席と投球回を最初に紹介したのは理由がある彼は現在のルールで同一シーズンで投手と打者の両方で規定に達した最初の選手になったのだと大偉業を祝福した他にはアルバート・プホルスカージナルスが703本塁打を達成して現役を引退やアーロン・ジャッジ ヤンキースがアメリカンリーグ記録を更新するシーズン62本塁打を放ったなどの大記録達成ダスティ・ベーカー監督アストロズが73歳で自身初史上最高齢でワールドシリーズを制したことジャスティン・バーランダーアストロズがトミー・ジョン手術から復活してアメリカンリーグのサイ・ヤング賞を受賞したことやマリナーズが2001年以来のプレーオフに進出したこと フィリーズが21勝29敗というスタートからワールドシリーズに進出したという下克上なども取り上げられている9回の常識を超え続ける大谷来季はどんなパフォーマンスで驚かせてくれるのか楽しみだこの記事に対するファンの反応はもしも来年さらに記録を更新したとして一体どんなことになるのだろう去年見たからなんてアホなことを言う記者がまた現れるのだろうか 二刀流は正しく評価できないとごまかそうとするんだろうか無冠の今年は彼は史上最高の選手だ前例のないユニコーンだなどとりあえず持ち上げておいて結局大谷以外に MVP とその他の賞を取らせたかったように感じた海の向こうの評論家たちに正直がっかりしました大谷がやったことは尋常じゃないんだけどここに人種差別があるんだよね私たちはそんなつまらないことをとやかく言うことはなく 大谷翔平をひたすすすら応援することのみです規定打席規定投球回同時達成ってもっと取り上げられてもいいんじゃないのかなと思うけどねこんなのありえないことなんじゃないの違うのかな賞が全てじゃないけどこれで MVP じゃないってことなんかありえるのかなと思ったよ大谷選手は来季サイ・ヤング賞とホームラン王を同時受賞し MVP ですよ彼はお金よりもエンゼルスを取ると勝手にそう思っている ジャッジをゴリ押ししたいからあんまり触れなかったのにね何を今さらって感じだよ